おはようございます。オーサンライダー上場です。今日はあれですね、地元へ戻って最初のジョーさんのあのサロンです。散髪ですね。松坂の方、あの前大阪の時がね、松坂にあるとことかいいとこがあったんでそこ行ってたんですけど、今回地元へ戻ったんで新しい場所をちょっと探して行ってみようと思います。隣町になんか新しいのができてたんで、新しいとこができてたんでそこへ一回ちょっと行ってみようと思います。ガーデン&ドッグさんですかね。クッコミってあるわ、なんかすごい良かったんで、そこへ行ってきます。さあ、もうちょいですね。ペットサロン、ガーデン&ドッグさん、地元っちゃ地元隣町なんですけど、最近できたんで、ここ何年 ?3、4年ぐらいなのかな。ああ、そうだ、いやすごい。ここ行って入ってると思います。さあさあ、ジョーさんも預けましたんで、それでは、なんだなんだ、飯か、飯行こうかな。なんか地元住んでてね、なんかここっていう店があんまり思い浮かばないので、昔、まあ何回か行ったことあるラーメン屋さん行ってこようかな。なんかラーメン屋さんなんですけど、四日市名物っていうんですかね、豚骨を出してるってなんか聞いたんで、昔なかったんじゃないかな。もう一回食べに行こうかなと思います。あれ、あーあれだ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 、あーちょっといっぱいかな。まあちょっと行ってきます。今ジョーさん迎えに来ましたね。さあ、ペットサロン終わりました。ジョーさんなかなかすっきりしてます。そうなんですね、ちょっと高めの女の人だったので、はい、テンションは上がってましたね、この人。まあまあ、あそこに行くのか、まあちょっとしばらく他にもあるんで、いろいろ回って決めたいとは思うんですけどね。またその様子も撮って流すので、よろい動画ですけども、また皆さん見てください。じゃあ帰ってジョーさんと遊びます。皆さんありがとうございました。